あ、そうしよう。その方がいい。ちゃんと上手に撮れる。撮れる。もう霧の中を走っとる感じを出してよ。じゃあちょっと車の車見せた方がいい。もうその辺はセンスに任せるわ。ってかめっちゃ濃い霧。見えない。カメラ映っとる？映っとるよ。なんとなく道が。霧感で撮る？霧感なのね。なんか実際に見たのとちょっと違う。違うね。音声で伝えてって。見えない道ですって、うん、てかマジやばいやばい、結構見えんよ。見えない、これマジ見えない。なんかこっちの方が見れるかもしれん。あ、じゃあカメラ越しに見た方が運転できる。メガネみたいなカメラがあったらいいのにね。ねえ、その方が見えそうなぐらいこっちの方が、ね、見える映るんだよ。うん、こう伝えて、こう実際に見ると見えないんだよみたいなところ、うん、実際の方が見えん、マジで。うわ、え、怖っ。ちょいちょいちょい、これ。駐車場そこ。このさ、うん、ナビを見た方が分かりやすいくらいよね。だね。てか、いや、マジでこれやばいよ。こっちに道あるんだみたいな。本当に雲の上でしょ。これ雲？霧だよね、でも。でもこれ雲なんじゃない？雲ってなんか乗ったら気持ちよさそうだよね。そんな。そういう年じゃないか。やばいじゃん、いきなりファンシーになったよ。いや、ちょ待って、マジで見えん、先が。ねえ、これめっちゃカーブあるね。カーブになってるよね、これ、うん、ナビ的に。でもこっち的に見えんよね、カーブあんま。うん、そのまま真っ直ぐ行ってもらえそうな、うん、ダイブできる。ダイブ、ダイブしたら雲がキャッチしてくれる。滋賀県に入りました。ダイブして、あ、滋賀県入りましたよ。お、ちょっと係の人、雨ちょっと降ってますけど。いや、だいぶ降ってますけど、これ雨どころじゃないですけど。逆にこっちのこと言ってほしいぐらいだよね。え、ちょっと霧がみたいな。ねえ、前方注意です。え、てかやばいよ、本当に見えんよ。てか上から降りてきた人たち、どうやって降りてきたの？ねえ、っていう。これナビのこのカーブとかなかったらだいぶ危ないよ。ナビなかった、ほんと怖い、ね、え、どっち行くのみたいな。むしろなんか、あ、こっちあるのね。ね、それすら見えんよ ね。なんかさ、何にもなくて柵もなかったらほんと不安じゃない、うん、今、え、そっから行けるって言って。ゴールは、ゴールはまだ。こっちに道見えますけど。まだ、うん、これまた U ターンっていうあれなんじゃない。パターン、うん、これを取り始めて3分経過。そう、うん、おー、ちょ、激しい、また霧がここ。激しい霧と激しいカーブです。いいね、実況いい感じやん。いい感じ。もうとにかくこの生で見るとマジで見えんことをさ、このあとね、多分ね、これ見返した時、あ、何、意外と見えるじゃん、何っていうパターンなんだろうね、これ、ね、思うかもかな。この生で見とるやつはマジで見えんよね。ね、こっちの方が先見えるもん、なんか知らんけど。変なガクッとしたカーブありますね。本当にマジで危ないよ。ねえ、ドライブこれ。探検隊。わ、道ない、道ない。え、なんで、どうして。でも車来とるで道あるよ。あ、大丈夫だ、大丈夫だ。あ、ゴールだ。あ、ゴール、ゴールなんだ。ゴールってこと。あ、そうだ、びっくり、これ道ないとか、マジで終わったやん、ほんと。ちょいちょい車をね、そしてみんな帰っていくね。あ、ここに、ね、ちょ、これマジしくった、今日。え、これ曇り時々晴れだったやん。ね、山の天気舐めたらあかんな。あ、車でもちょいちょい、あ、ちょいちょいおるけど、ね、逆にこいつは何しとんやろね。
ちらも何しに来たって思われるかな。思われるね、これは。これはひどい、霧が。そこが、ちょっとお店みたいなあれかな。そうだね。近く行く？とりあえず昼飯食おう。うん、ご飯食べに来ました。蕎麦かカレー、そしてソフトクリーム。ちょっと寒いかしら。よし、到着、オッケー。はい、到着、終了。どうしたの、ベー君。ベー君、予防接種や、ワクチンや。ベ、ベジータ、ベジータ、カメラ切れ、ベジータ。そうそうそう。さあ。スラバチステーション、面白ライター動画、パチンコスラッタ2ちゃんまとめ、解析攻略情報、全部アプリ一つで楽々チェック。スラバチステーションで検索してね。
地球間ゾーン敵を殲滅せよ。Thank you.
本最大主力攻略情報全部アプリ一つで楽々